やっぱりですね、自動車を進めるときには気に入った車をお勧めしたいんですね。で、気に入った車がトレンドラインから外れてるときほど燃えますということで、実は好きなんですね、これが。で、ベースより一つ上です。これは、キーレスアクセスプッシュスタートがついてますから、ベースより一つ下ですね。で、何がね、この車のいいところかっていうと、このスタイルですね。かなり攻めたスタイルですけども、突拍子もなくないですよね。これをこう絞り込んでいってるっていうところは、でここがつくといいんですけどね、ランプがね、お金使っちゃったんですよってね、毛塚さん言っちゃってました ね、やっぱりね、ここまでコンビネーションランプにすると相当お金がかかる。ですから、まあ、それが性能上ね、すごく性能に差があるんならやるんだけども、この車でこの予算を使って開発するわけじゃないですか。その時にここをつける分のお金があるんならば、例えばですね、EPB をつけたりとか、このアイサイトの性能を上げる、ね、3つカメラがついてるじゃないですか、ね、3つカメラ、このアイサイトの性能を上げたりすることに、まあ、お金をですね使うんだということで納得してます。だから分かった、ね、だから分かった。これからそれをですね、しっかり説明しようと思うんですけど、まあ、これはクロストレックも同じなんですが、自分ので言うのも変なんですけども、いろんなスバル車をですね、まあ、新型も含めて、常時これほど乗る人間はそんなにいないと思うんですよ。いろんなのを過去のも含めて、でなのでたまにふって自然に体の一部で感じる時あるわけですね。これ何か違うと。で、メーカーの開発の人たちがそれをニュアンスとかもあるんです。で、この車の説明を受けた時に、この開発担当者の一人がね、僕にこうやって言ったんですね。何かは言わないんですが、乗ってもらったらすぐ分かるって言われたんですね。ね、乗ってもらったらすぐ分かる、何が違うか、ね、とにかく乗ってみてくださいって言われて、ケイツって思ったのね、実はね、ケイツ釜かけやがってみたいなね。で、乗って感じるって言ったら、まず加速性能かブレーキか、あるいはその乗り心地ですよね、乗り心地か、そんなことしかないんで、ね、ないんですよね、実際ね。あとはそのどんな利便性があるとか、そのアイサイとかうんぬんとか、そういうのは別にして、乗って感じるっていうと、まあ、曲がる止まるね、走るどれかじゃないですか。で、まあ、ブレーキじゃないなと思ったんですよ、絶対に、それほど変えようがないわけですよね。で、乗り心地はまあ飛び切りいいんだろうなと思ったんですけど、ステアリングかなと思ったんで、ステアリングかなと思ったんで、ステアリングかなと思って、今までと違うってこうやって切っていって、これぐらいわからないですね、わからないです、最初はね、最初わからない、で最初わからなくって、で一通り走って止まるわけです。こう走っててですね、止まらなきゃいけないシーンがあるので、で、まあ今後ろに車がねいませんから、止まりますけどね、下の方から来てますから、こう止まって、で、あ、これかと思ったわけです。で、他のメーカーこういうのありますよ。実際うちこれの他はソルテラしかこうじゃないです、ね、で、ソルテラはトヨタとのアライアンスですから、トヨタにはいっぱいそういうのがあるんでしょう ね、まあやっぱりそうですかと。要するにロックツーロックをこう切ってた時にですね、クッと最後まで行った時にカッツンって言わないんですね。非常に手応えがいいわけですよ。あ、これかと。で、そこまでだったら、まあ、別に大したことないじゃないですか。まあちょっとね、最後のところの、どういう構造かは僕も知らないんですけども、そこまではね、ガツってこう言わないように、ソフトケーティッとしてる、こう何か細工がしてるわけですよね。それはそういうことじゃないですか、ね、ところがですね、しばらく乗ってるうちに、
あることに気がついたわけですよ。いいです、もう一回言いますよ、これ。これ。で、これはだからステアリングシステムが違うんですね。非常にこの緻密なんですよ。で、今やってみてたのがこのロック2ロックのロックした時にカツって言わないところが新しいんですけど、実はですね、この電動パワーステアリングで、これ電動パワーステアリングなんですね、モーターでアシストするパワーステアリングなんですけども、本当に上質な油圧のですね、パワーステと変わらない印象なんですよ。で、このなんでその最後まで、まあ、WRX がね、 STI がずっと最後まで油圧にこだわってましたよね。油圧じゃないとやっぱりその操舵性が出てこないっていうところがきっとあったと思うんですね。電動ではこの成し得ない部分ですよね。だから確かにその初代というか一番最初の電動パワーステっていうのはレガシーの5代目のね、BR5 っていう車から BR9 からですね、だから茅場の作ったパワーステアリングだったんじゃないかなと思うんですけども、変わりましてね、燃費の点でもいいし、別に乗ってて不具合があるわけでも何でもないんですけども、フィーリングの上でまずそのキックバックが若干あるわけですよ。どういうキックバックがあるかっていうと、こうずっと切っていってですね、高速道路を走っていて、橋の継ぎ目みたいなところにちょっとこの鉄かなんかで作ったようなそのミューの違うところがあるとしますよね。この摩擦係数の違うところがあるで、濡れていてこう路面がこう滑りやすいような時にこうちょうどですね、今ここ前がカーブなので曲がって、これグーッといってね、それを踏むとですね、これグッと踏んでクギッグギッと来るわけですよ。気持ち悪いんですよね、ものすごく。ピッと動くわけ で、これがまあパワーステその電動パワーステの独特なねキックバックだっていうのはそのうちにだんだん分かってくるんですが、こういうもんだなと。でこれがだんだんそういうのを感じなくなってきたんですけども、どうしてもその何とも言えないその電動パワーステにはこのクリック感があるんですね。こう切っていくとモーターがアシストをするときに、このこう生まれるとトルクの差みたいなね、アシストするトルクの差っていうんですかね、なんとも独特のものがあるんですけども、こいつはですね全くないんですね。ここがですね、どういうその仕組みでなっていくかっていうよりも、やっぱりそのこのパワーステシステムを開発した会社のやっぱり持ってるノウハウでしょうね。でこれをまあスバルとしては今なるべく一社に集中しないように、いろんな会社から、まあ、例えば日立もあれば、ボッシュもあれば、いろんな世界にいっぱいありますよね、会社が。で、一つにこの集中すると何かあった時に困るので、マルチベンディングっていう使いの、複数の会社と、まあ、開発する部品の調達ですね、あくまでもスバルが作る車に入れる部品の開発をですね、調達を、スバルが開発したものに対する、それにピタッと合うものの、調達ですね、調達をどこから購入するかっていう、それを、まあ、いろんなところから多方面にわたって選んでるとか、こういうことですよね。はい、難しいです、説明が。で、その会社が、これが多分、他の車とはちょっと違うと思うんですね。で、差が、この操縦性と、もう一つはその音なので、僕が勝手に思ってるだけですけども、レイバックやレボーグの会社と、アウトバックとかですね、このステアリングシステムの会社は違うような気がします。それはこの操舵応答性に表れてます。で、ね、それがこのスバルの今のベーシックカーですよ、これ。ベーシックカーと言われているもので、こんな安全装備から操舵応答性からトランスミッションから優れてるやつはないと思うんですよね。でこれガソリンだから引きが薄いと思うんですよ。僕はガソリンだから単純でいいと思うところがあるので、ですからちょっと惚れてます、正直本気で惚れてます。で、
ついてないことがね、もうこれは僕の独断で買いました。あのこれは相談したらみんながプッシュスタートね、ついてた方がやっぱり後々お客さんも喜ぶ、まあ売ることが前提ですのでね、こういう車っていうのは。でこれねまた1300キロしか乗ってないんで、乗るチャンスをいろいろと意識しててもったいないんですね。これちょうどタイミング的にも冬だったこともあって、ところが僕はこの本当に惚れてしまったので、何もついてないそのオアシスブルーもまたいいじゃないですか。それをですねもうちょっと世の中の人に知ってもらおうということで下ろしたので、でこれをもう僕お譲りしますんで、あのこの車を、まあ、ぜひねこの指止まれじゃないですけども、なるほどとそういうことなのかと、面白そうだな、じゃあ次の相棒にこういうのラボーっていう人があったらどうぞどうぞね、ぜひ、まあ何がスバルの一番お値打ちでコストパフォーマンス高くて今乗るなら何ですかって聞かれたら、僕これとかですね、フォレスターの安いやつ勧めますよね。フォレスターのあのツーリング、しばらくあれもね買ってないんですよね。でツーリング買ったんですけど使うことなくね、あれもすぐ売れちゃってね、結局試乗車はエクスブレイクしかとアドバンスしかやってない、あとは、スポーツですね。だからねフォレスターもねツーリング、あれは結構ねコスパ良くておすすめだと思うんですけども、でオアシスブルー使います、ね、この黒いね僕気に入ってるんですけど、やっぱりそう置いておいてももったいないし、これねやっぱりね可愛がっていただける人がいたら本当にこれぜひね乗ってみてほしい車ですね、自分のものとしてね。 e ボクサーもいいんですよ、トルクがあって。でもね軽さを追求していくとガソリンなんですよね、やっぱり軽い車はやっぱりね軽い魅力があるんですよ。 FF にはね FF の魅力があるんですよ。僕はねやっぱりインプレッサっていう車はね基本は FF だと思いますね。FF をね磨かなきゃダメですね、いつまでも。スバルのねやっぱり FF はねスバルの魂ですからね、もともとないがしろにしちゃダメですよね、まあ、アメリカの戦略の中でね全部 4WD にしたっていうのが当たってますから、まあ、それは成功した一つのあの、まあ、タクティクスでねいいんですけども、この FF ならではのね FF もねずっとね、生かしていってほしいですよね。ちょっとね力説したらね喉が渇きましたんでね、ちょっと小休止して帰ろうかなと思います。今日この FF のねインプレッサーだって、これ夜見るとこれね220万ですか、これ確か。ステアリング見てくださいよ、これ。一昔前じゃ考えられないですよ、これ。安全装備全部でしょ、これ。SI ドライブでしょ。ね、で、こっちに、まあこれ今、オーディオつけてないですけど、オーディオのコントロールがもう当たり前についてて、まあ、ここ純正じゃなくても今度大丈夫になったって話を、この間、情報でいただきましてね、ありがとうございました。ね、用意されてますし、だからこの昔はねマルチファンクションディスプレイってここにちっちゃいのがずっとついてたんですけども、まあもうねこのインフォテインメント入れなくてもですね、これ外国がこういうのがあるんでこうなってると思うんですけど、ここにも全部こんなのがついてるわけじゃないですか。ねえこれ当たり前にこういうのがついてるわけですよね。これね、ぜひねこれはね物理スイッチで外へ出してくださいね、スバルさん、ね、早くね、ということで、おすすめです。ぜひもっと買ってください、この車もったいないですよ、ということで、今日のインプレッサの紹介終わります。